鮭子の鮭おにぎり100選19回目はカラスミと鮭のフレークのおにぎりです。カラスミは、これ冷凍しておいたものなんで発色が溶かすとこのようになります。で、鮭とカラスミをあえてちょっと隠し味にバターを加えてあります。このフレークをご飯に混ぜます。なんか秋らしい黄金色の綺麗なおにぎりになると思います。ちょっとバラバラになりやすいので型にサランラップを引いて作ると崩れないようにおにぎりができます。できたものこちらです。お試しください。